皆さんこんにちは。今日はですね、ファイヤー系のまた新しい仲間ということで、はい、まあ、これも結構久しぶりに発売する形なんですが、はい、ファイヤー系のエクストロイムファイヤーロードと、ちょっと呼びづらい形なんですが、そういうボールを発売します。で、使用したのはですね、R2X の、ソリッド素材と、でちょうど7月に発売したのがですね、ハイロードソリッドっていうのを発売したんですけども、まあ、それがアメリカはダルで、日本に入れたのがポリッシュということで、まあ、どちらかって言ったら行き足をよく感じてた皆さん、ボーラーが多いんではないかなと思います。まあ、そういった意味じゃロード系でやっぱりオイルに強いと、こういう風なボールを作るっていうことで目指しまして、まあ、やはり今日テストしたコンディションっていうのも、まあ、41フィートは41フィートなんですけど、手前にオイルを結構増量してるんで、どちらかといったら、まあ、ミディアムヘビー、完全にミディアムヘビーっていうようなレーンコンディションになっております。で、比較したのが先ほど言ったようにハイロードソリッド、まあ、これ、表面は同じ R2 使ってるんですが、まあ、これはやはり先ほど話したようにアメリカ発売とちょっと違って、日本はポリッシュしてるんで、同じソリッドはソリッドなんですけども、まあ、行き足がいい、まあ、そういった意味じゃ今回のエクストリームと見比べて、まあ、結構行き足が良かったんではないかなと思います。まあ、そういった観点で考えると、まあ、今回のエクストリーム、まあ、どんな形で石原プロは感想を持たれました？そうですね、はい、まあファイヤーロード、ハイロード系ですよね、簡単に言うとね、はい、まあ、そういうボールの中で、まあ、前回のソリッドはポリッシュっていうことで、もう明らかに今日はこのコンディションではね、もう全然違うんで、そうですね、言っちゃってましたからね、全くもう比較しなくてもいいぐらいかなと思うんですけれども、まあ、今回のボール非常に僕は扱いやすくてですね、もともとはハイロード系っていうのは扱いやすいんですけど、非常に今回R2X っていうことで、はい、まあ、ソリッドもあってですね、非常にその、オイルに強いんですけども、非常になだらかでね、僕は非常にいい印象を持ってるんですけども、そうですね、だから、まあ、昔僕もファイヤー系っていうのファイヤーサイズだったし非常に好きでね、はい、あんまり行き足のいいようなレイアウトはちょっとしなかったんですけども、転がるようなプレイアウト、非常に僕は扱いやすくてね、非常に気に入ってるボールの一つなんで、今回も非常になんか気に入ってるんですけどね、はい、まあ、確かに今回のそのファイヤーロード、まあ、レイアウト的にも非常に転がりが出る、あえてソリッドなんですけど、転がりが出やすいレイアウト、バランスホールの位置を開けまして、まあ、あと FE3、ハイロード系の FE2 と比べて、まあ、上下バランスが非常に少ないんで、まあ、転がり感が優先、まあ、それでバックエンドも急激に曲がることはほとんどなくですね、まあ、緩やかにこう曲がってくるのが最大の特徴ではなかったかなと、まあ、ビデオをご覧になっているお客さんも、こんなにハイロードいっちゃうのって思うぐらいだと思うんですけども、まあ、純粋に比較するとあれが正解なのかなというふうに思います。この黒板に貼ってあるのはですね、やはりロード系、まあ、R2 を使ってるやつと R3、まあ、それからソリッド系とこういう形でヘビー向けから、まあ、ミディアムドライという形になってるんですが、まあ、どうしても FE2、FE3 を使ってるロード系があるんで、ちょっとごっちゃになってるところもあるんですが、まあ、今日のファイヤーロードってどの辺の位置関係で？そうですね、やっぱりその僕は投げた感覚と、やっぱり今までの、はい、ボールのね、はい、感覚からいくと、まあ、R2X のソリッドということで感じるのはここに感じるみたいな、このぐらいに感じる。なるほど、はい、まあ、確かにオイルの強さですよね。はい、そうですね、はい、まあ、先ほどお話があったように、まあ、ハイロード系っていうのはどっちかというと先で切れちゃうじゃないですか、オイルに弱くても、はいはい、曲がり幅だけで言ったらこちらの方がバックエンドが強い、はい、で絶対的にオイルの多い時に投げるっていうんであれば、こういった形のコントロール性が高いボールがおすすめということですね。そうですね、はい、わかりました。
今回ですね、使ったカラーもですね、ストームでは非常に斬新で、まあ、珍しいっていうのが正解なのかもしれない。赤一色のファイアレッドというような、はい、まあ、非常に単色だったんですけども、まあ、皆さんこの単色ストームにちょっとないイメージかもしれませんが、新しい世界が生まれるんではないかなというふうに思います。まあ、皆さんぜひこれも使ってみてください。本当にオイルに強いと思いますので、石原プロも絶賛してますので、よろしくお願いします。今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいと思います。